プロ野球記録を狙える福本豊さんが入団し、育てながら使っていく段階に入ったこのシリーズ、とにかく狙っていきます。走力がすでに最高レベルになっていますが、盗塁数は、8と少なめ、盗塁技術を上げていきたい福本さんです。では、福本さん中心でいきますが、チームの盗塁数を増やしていけば、福本さんにとってもいいのかもしれないというスタンスでいきます。戦力外になったのは、ほぼ出番がなかった二人、盗塁もあまりできなさそうなタイプの選手で。ドラフトも盗塁はあまりできなさそうな選手しかいなかったので、適当に指名します。FA は奈良原さん、そこそこ足が速いので、盗塁してくれるかもしれないという補強になり、スタメンで使うかは何とも言えないですが、バックアップとしても優秀なので、いい補強となりました。では40年目、福本さんの盗塁数がとにかく大事です。記録を狙える可能性があるのは、エディット選手と福本さん、もうパラメータは彼らのだけ見てガンガン進めますね。スタメンは、かなり走る人が多め、福本、エディット、張本、島津、ムネリン、伊藤、このあたりは二桁が期待できるスタメン選手ですが、どうなったのか。そんな盗塁に意識している現在のプレイですが、ここでまさかの張本さんがさらに打率を更新、4割に届きそうなほど打ちまくっていました。さて、前の年まで、チーム全体の盗塁数がなんとか100を超えていた程度の数字だったんですが、今回、しっかり全チームを借金生活に追いやるほど走りまくり、チームの盗塁数が倍以上に増えました。279、これを待ってました。これだけ増えたら個人成績もみんな爆増で、福本さんが64でトップ、エディット54、張本51、島津40と、40以上が4人、やっとこんな数字が並び出しました。まだ福本さんの能力が完成していないので、さらに上がれば、100盗塁も目指せるかな？盗塁のスキル次第でしょうか。いい感じですね。タイトルは本だらけになっている珍しい光景を目にしつつ、監督コーチも前回から変わっていない状況、とにかく福本さんとエディット選手だけを見ていきながら成績を積み重ねていくだけですね。では41年目、このグラフの機動力も結構伸びているという状態ですが、その機動力の大半を占めているであろう外野手、ここだけで200盗塁くらいしてくれそうです。エディットは、走力と盗塁が A になり、福本は、盗塁が A のまま、S まで到達しそうですがもうちょいか。スタメンの方は、走る気がない選手は、5番の掛布さんのみ、あとは走る気持ちがあれば2桁走れる選手ばかりが揃います。控えも走れる選手が多いし、300盗塁を目指したこのシーズン。長打がかなり打てない打線でも、110勝をマークし、盗塁数は、300を超え、311、ホームラン数はリーグ5位だけど、得点は多いので、走ったことが良かったのかな。個人成績は、福本さんがいよいよ90盗塁を記録、この領域に到達しましたか。張本とエディットも60代で、外野手スタメンだけで、217盗塁は走りすぎです。このシーズンの間に、盗塁技術も S に到達、これで常に100近く走るんだろうか？監督コーチは最高レベルに走りやすい環境だと思うし、準備が整った感じがします。どのくらい走れる能力をキープできるかにもよりますけどね。ちなみに通算記録は、福本は162、10年間毎年90盗塁積み重ねれば、プロ野球記録にほぼ並びます。
走る能力が完成してきたエディットは、ここまでで122、こちらは記録は難しいですが、ランクインはできる可能性が高いです。では42年目、グラフがわかりづらいけど、うっすら機動力が上がっています。すごくうっすらですが、走る能力がえぐいが癒したちですが、張本、エディットはほぼ完成。福本に関しては、もうちょい盗塁技術が上がるようです。S のままですけどね、これ以上はないので。スタメンは、さらに走る選手の層が厚くなり、掛布さん以外、頑張れば20盗塁してもおかしくない布陣、ダイソー要員も凄まじいです。福本さんは、100盗塁が目標ですね。それをコンスタントに記録すること、これだけでもいいです。いや、待てよ、どうせならみんな走らせましょう、ということで、掛布さんすら出れない状況にします。サード掛布ではなく、山中、どうなるか。そんなシーズンの成績は、115勝、結構勝ちました。盗塁数は、342。去年より31増え、自己記録更新です。個人記録ですが、なんかえぐいな、盗塁のところが。福本が93でトップ、エディットと張本が50以上、谷が39、山中宗凛25、辻17、すごい走ってますね。スタメン全員2桁盗塁を記録していたので、急遽掛布さんから山中に変えたのは良かったと思います。課題はもうあまりないんじゃないでしょうか。福本の能力もだいぶ完成に近いかな。もう少し高打力とか選球眼、塁に出る能力が上がればいいですけどね。このまま頑張れば福本さんは記録狙える気がしてきましたね。他の選手のランクインもできそうですし、盗塁を増やすことに悩んでいた時期が嘘のようです。29歳の張本は、ここまでで309盗塁、あと6年くらいかな、600近くはしてくれると思います。エディットは25歳、あと10年くらいはトップレベルをキープすると思うのですが、ここまでで185、毎年50盗塁くらいするとなると、700近い盗塁数になるかもしれません。そして26歳の福本、10年くらいはまだキープできると思いますが、そうなると毎年100盗塁近く記録した場合、35歳あたりに記録更新しそうです。記録更新できないかと思ってましたが、ようやくこの企画、ゴールがはっきり見えました。今回はここで終了します。最終回まであと1、2回でしょう。ご視聴ありがとうございました。